しようもなく悲しい思いだということだ。あ、お、お、ん？何？ふみちゃんが赤くなってる。まさか、さっきのおならはふみちゃん？ふみちゃんだったの？ちょっとエスパー不謹慎にゃん。いや、私じゃないです。どこでもないです。え、とにゃるとふみちゃん、そういえばさっき焼き芋食べてたよね。おならと焼き芋の因果関係は濃厚でウィス。ごめん、ペヘペロ。ありませんでしたね。ふみちゃんのイメージが少しでも触れたら許さないんだからね。絶対するか。俺は不純なことは考えない熱血主人公だぜ。でも日々は落ちてくる。